どうもこんにちは、ミラモです。それ誰の真似ですか？中里沙さんです、はい、大好き、はい、デジャブえ、はい、はい、というわけで今日仕事帰りの車の中なんですけれども。そうなんです、はい、今日は、まあ、車の中で楽しくお話ししましょうということなんですけど、はい、話題についてですね。話題についての話題何について話そうかってことなんですけども、はい、あのまあ、マネージャーさんと島田さんと3人、私、3人一緒にいる機会が今までいっぱいあったわけですね、はい、その中でなんか密かに思ってた小さな疑問についてお話していこうかと思いまして、はい、私からですね、まず、はい、エビナさん、はい、このうるさい2人が後ろにいて、はい、一日終わって帰ってきて、うわなんかすっげえ疲れたとか思ってたりします？いや、それはないですよ。え、本当ですか？ないです、ないです。あ、本当ですか？うん、嘘じゃね？ないっすよ。想像したりするんですよ。なんかエミナさんが家帰ってなんか釜を置いてみたいにしてる姿がちょっと想像できる。今日もマジうるさかったなあいつらみたいな。そう笑い声でかくねとか言って言われたらどうしようとか思って。全然ないっすね、それ。本当ですか？逆に楽しいと。逆にっていうか仲良くしててよかったなって思って。解決しました。はい、解決ぞろりということで、はい、はい、じゃあ海老名さんの疑問あ、ちょっと考えてなかったっす遅いですよ。ちょっと運転に夢中で、すいません。まあそうですね、まあ、そうですね、そうですね。すいませんでした。どうもすいませんでした。じゃあ私からみなもちゃんに疑問です、はいはい、あの、はい、私たち、まあ、3人でよく一緒にやる機会多いじゃないですか、はい、で私と海老名さんがフィーバーするタイミングってあるじゃないですか。フィーバーするタイミング、なんかやたら盛り上がって嫌がってんなあいつら、はい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 、そういう時やっぱ家帰ってあいつらうるさかったなって思うんですか？思わない思わないけど、なんかメイクしてる時、メイクされてる時になんかこうやってメイクやってる時に後ろでへーみたいなへーみたいな声が聞こえたら私ですやん。なんか何やってんだろうみたいなって思う。で、何やってるか教えてくれないじゃないですか。マジで何で盛り上がってたかを知りたいなって思う時はあります。マジでしょうもないことしか話してないですよね。いや今日も私がねメイクされてるタイミングで後ろでなんかヤバすぎみたいな声がめっちゃ、そう、私のマネージャーエビラさんマジヤバすぎみたいな声が聞こえたんですよ。あれは何で盛り上がったんですか？今日のことなんか覚えてる。あのドーブルってカードゲーム。ああ。ドブル。ドブル。なんですか、どんなやつ？ダブルだかドブルだか。あの絵合わせ。ああ、え、あれですか？チーズ。丸いやつ。水玉。丸いやつね。変な目とか。雪山。チーズ。鎌倉とかってやつ。はいはい。あるじゃないですか。はい、あれを一人でやってみたって動画撮ろうかな。一人ドーブルやってみたって動画を撮ろうかなって言ってて、それでやばすぎーってなってた。わかんねえ。てか誰が見たいんだよ。一人ドーブルやってみたら面白くない？でもでもそのドーブルっていうカードゲームはマジで面白くて、皆さん知ってるかわかんないですけど、なんかもうこういうね丸いカードゲームなんですよ。カードがいっぱいあって、でまあだいたい4人3人ぐらいでやったら面白いんですけど、1枚絵を出しときます。でその絵をパッてめくったら絵がこうもう 8ぐらいあるんですよ。
8つぐらいで、自分のカードと絶対合う絵が絶対あるんですよ。でも絶対わかんないんですよ本当に。もう30秒ぐらい絶対探さないとない。それを先に出した方がよくって、こう出してって最初にカードがなくなった人が勝ちっていうゲームなんですけど、めっちゃ面白いマジで、うん、すっごい面白いんだけど、少なくとも一人でやるゲームではねえっていう。そうそうでも見たいかもちょっと。よしだるまとか言って、よっしゃーとか言って、ちょっと見たいかも、うん、はい、っていう話で盛り上がってたんですね。はい、めちゃくちゃしょうもないでしょ。しょうもなすぎる、うん、でなんかあとそのなんかそれから派生して、あ、なんかそういう YouTube チャンネル、その複数人でやるものをひたすら一人でやるっていう YouTube チャンネルを作ろうかなって言ってて、タイトル何でしたっけ、思いついたタイトル。複数プレイのゲームを一人でやってみた。まんまや、まんまや、何のひねりもない。っていう、そんな話でいつも盛り上がってます。ほら、平和な会話じゃん。あー、これが平和な会話か。うん、この動画ボツだな。待って待って、だからっていう感想しか出てこない。はい、この動画ボツです。待って待って、わかったわかった、もういい。この動画、話せば話すほどカットされる。この動画ボツになる。カットされるよ。この動画ボツになるのと、あとなんかもうこれも、そう、この動画。まあそういう感じで私たちはいつもしょうもないことで笑ってるんですよね。はい。今日もね、エビナさんがバナナを食べてて、そのバナナがなんか部屋にすげえ充満してて、くせくせって言って。そうで、最終的に封印したからね、ビニール袋を畳んで上にお茶を置いた。だってめっちゃ臭かったもん、なんかすごい強烈な匂いだった。青臭さがね、ああそうそうそう、強かったね。そう、うん、何の話してましたっけ。小さな疑問について。あ、そう、小さな疑問、小さな疑問について。あとは特にないな。そうですね、あの疑い合ってないってことなんで、まあ、つまりは、うん、石丸さんの、うん、リュックの中に何が入ってるのかっていう。リュックの中、はい、リュックで来る日と、こうやってあの手提げで来る日があるじゃないですか。あ、はい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 。リュック、しかもそのリュックとでかいんですよね、マジで。え、でかくなくない？え、でかいでかい。なんかでかいっていうか、もうあのリュックってまあ こういう形状じゃないですか、うんうん。それがね、なんかめっちゃ垂れてるんですよ。垂れてるから、すごいいっぱい入ってんだろうなと思って。何が入ってんだろうって思ってました。私リュックで行く日は、大体電子機器、あの iPad とか入ってる。iPad と財布、携帯の充電器、あとはまあ化粧ポーチは入ってる人入ってない日があります、うん、化粧直ししないんで基本的に。見たことない。うん、でも最近はちょっとするようにしました、さすがにね。なんかどうかなと思って、うん、あと何入ってるの。今日は自分用のサンダル、あとは漢方、ここはイライラ太りに。これでーす。はい、もうだいぶ飲んだんですけど、別にめっちゃ飲んでる。まああの、うん、や痩せる薬ではないです、別に、うん、イライラによるなんか食欲みたいなのを抑えるとか、なんか、まあ、代謝良くしてどうのこうのみたいな、体の熱を取ってみたいな漢方。漢方はね、全てを救いますからね。はい、あとはまあ今日化粧ポーチがちゃんと入ってて、でかめじゃないですか。しかもでかいか、これでかくないですか。これ私のポーチよりでかい、多分そんなでかくない。そうだ、変わんなくない。変わるでしょ。いやでもほら、容量は容量的には変わんないから。まあでも言うて別に使わないです。リップクリームくらいしか塗りません。なんでもうちょっとちっちゃくてもいいと思ってます。くらいじゃない、あとゴミとか。私のこと笑えないじゃないですか。ゴミでもそんな入ってない、今は入ってないね。私もね、ゴミはねできるだけね、あの入れないようにしてます。あとハンカチです。ハンカチが入ってます。いいですね。
かそれ。こういう車内とかやっぱあの行きがね基本的に現場まで V もそうだけど現場までが結構長かったりするんで、うん、その間に靴脱いで脱ぐのめんどくさいんで脱がないですけど、うん、脱いで足のここにぐる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 ゴリ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 やるんですとか肩とかにやってめっちゃ気持ちいい。これがこれマッサージボールです。はい、何の話だっけ疑問、リュックの中に何が入ってるのかっていう話だね。 あと夏は日傘とか、はいはい、ああ日傘ね。でも基本的な持ち物って感じですか。いや全然だから別にオーバースペックでも何でもないんだけど、なんかいつもリュックでかいとか荷物が多いとかすごい言われるんだよね。あとたまに本とかが入ってるかな。ああ、うん、解決しました。はい、じゃあ次エビナさんの疑問。私、はい、もう高速降りたから大丈夫じゃないですか。確かに。いや今日みたいな、はい、あの V じゃなくて、はいはい、写真とか、ね、はいはい、グラビアとかの撮影中に、はい、何を考えて写真を撮られているんだろうな。まあそんなめっちゃ考えてるわけでもないし全然考えてないわけでもないですけど、あれですね、なんかあのこうしたらいいかなとかポージングこっちの方が可愛いかなとか今の衣装は可愛い系かなとかそういうこと考えてます。どう映るかみたいな。そうですね。もう考えてます。今日のご飯 何しようかなとかは考えてないですプロやな。プロやな。ありがとうございます。はい、はい、まあって感じかな疲れてる。特にないですね。あんま疑問ないね。言うほどないですね、うん、あるかなって思ったけど、うん、あ疑問っていうかごめん、ほっぺに髪の毛がついてるの直しそびです。これ大丈夫、はい、直ったの。エビナさんは、はい、その車のお守りなんか変わりましたよね。私も思った。そう、これ変わりましたよね。絶対変わりましたよね。これは赤だった気がする。いやいや、え変わってないです。えこれね、いただいたんですよ。え絶対嘘だ。いや、本当に本当にこれいただいたんですよ。はい、ここに来て初めての疑惑が来ましたえ絶対赤だった。いや、赤じゃないです、赤じゃないです。え同じです、変わってないです、ずっと。あ、そうですか。そう、小網神社なんです。じゃあ、うん、じゃあ疑問解決、ね、はい、解決します。でもどうでもよくなった感じって感じかな。意外とそのね、お互い疑問に思ってることってない、うん、ない、うん、ないな。っていう感じです。はい、はい、っていう感じなのでもう終わりですね。はい、まあ一緒にいる時間も長いからもう疑問も何もないというか、まあ、割となんか明けっ広げに話すことの方が多いんで、うん、確かに、まあ、全員なんか特性を理解してるんですよ、それぞれの。確かにすげえな。疑問に思うことは特にないかな。じゃあもう私たちではあんまりなかったんで、はい、視聴者の方に募集したいと思います。はい、みなもちゃんに対する疑問、はいはい、小さな疑問から大きな疑問まで、はい、募集したいと思います。はい、コメント欄にて、はい、お願いいたします。はい、じゃあ最後に一言。履いた方がいいと思いました。みなも。マジで履いた方がいいと思うよ。はい。はい。
買いたい普通に。うん、あの履いた方がいいっすよ冬は。はい、っていうか、いや、やばい、っていうかね、エレベーターに乗る機会が最近多かったんですよね。うんうん、エスカレーターで、エスカレーター、エスカレーター。あの時にふって思いましたね。ちょ、最近スカートを履く機会が多くて、うん、なんかいつもの女性乗ってたらなんか、え、パンツ履いてないし、めっちゃ一番下に人がいるみたいないうのがあって、パンツ履こうって思いました。あれですよ、子宮は温めた方がいいんですよ。まあ確かに。なので冬は履きましょう。冬は履きます、頑張って、はい。じゃあ今度、まあ、企画で、はい、パンツ初めて履いてみたっていう。いや、買いに行くからしたい。なんか冬用のあったかそうなパンツ。あ、いいね、パンツ買いに行ってみたみたい。はい、じゃあそうしましょう。はい、パンツ10万円分買ってみたとか。いらねー。パンツ20万円分買ってみた。いらねー、絶対履かないよそんな。はい、はい、というわけでまた、はい、じゃあ、この動画がいいと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。久々に見たなそれ。いや、私ね、いろんな YouTube の最近見てて、あのどんなに、なあの中リーサ様でさえもちゃんと最後にそう言ってるから言わなきゃと思って言いました。はい、ありがとうございます。お願いします。では、みなもでした。